皆さんこんばんは。ということで今回は新マップで猿でも使える武器というね、クダパイセンを使ってドミネーションをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで皆さんいかがお過ごしでしょうか。ダウンロードコンテンツ3買いましたか？買っていませんか？どちらですか？皆さんちゃんと買いましたよね？うん、買った方がいいよ。で面白いからね。うん、ということでね、まあ、それは置いといて、今日メインでお話ししたいことはですね、ポケモン GO についてです。いろんなデマがね、流されてる中、私はね、踊らされています。踊ってないよ、ルフキリいらないよ、って感じなんですけども、いやね、昨日ツイッターでね、出回ってた情報でね、なんかね、昨日だから、まあ、今日か。今日ね、ポケモン GO がリリースされるよ、みたいなね。情報が出回ってて、マジかって思って、その時ちょうど友達といて、おい今日明日ポケモン GO リリースされてる、よっしゃーって言ってて、で、それでまた後でツイッター見たら、あれはデマだったっていうね、情報が流れてて、いや、もうふざけんなと。いや、どっちかわかんないんですよ、実際本当かどうか。もうわかんない、いつか、いつリリースされるかっていうの。でもね、あるサイトによるとね、なんか、7月11日に、ある記者かわかんないんですけど、どっかのお偉いさんが、今週中には、日本でリリースされるよ、みたいな、つぶやきをしてたみたいで、今日は金曜日なんで、まあ、金曜日出ないとしても、土日のどっちかに出るかもしれないんで、皆さんお楽しみにっていうことでね。まあ、その情報もデマかわからないんですけど、もういろんな情報が今飛び交っててね、俺もね、どれが正しいのかわかんないんですけど、まあ、ポケモン GO についてね、皆さん知らないかと思います。ちょっと私が説明しますと、まあ、ポケモン GO というですね、アプリがあります。はい、携帯のアプリですね。携帯のアプリであって、で、まあ、それはカメラを使うんですけど、要はですね、もう自分の身近、もうリアルのこの世界でポケモンがゲットできると。はい。だから、リアルの世界でこう、ポケモンで、スマホを片手にね、こう、カメラをかざすと、そこにポケモンがいるわけです。で、それをゲットして楽しむみたいな、そういうね、まあ、それ以外の要素もありますけど、例えば進化前のポケモンを手に入れると進化のかけらっていうのが手に入るんですよ。で、それをたくさん集めるとあのポケモンを進化させることだったりできることだったり、あとプレイヤーはですね、全部で3つのチームのどれかに所属しています。それは多分ね、自動で割り当てられるんだと思うけど、世界中にね、あるね、ジムを奪い合っていきます。はい。それは奪い合うってことはですね、戦うってことなんですけど、6体のね、ポケモンで戦い合っていきます。はい。その時にね、相手から攻撃されてきた時に、スワイプでね、こう画面をこうスワイプすることによって、敵をの攻撃を受けれたりですね、アクション要素もあったりですね。いや、本当に楽しみ。こんなゲーム昔はなかった。本当に、世界中の人と繋げられるってことですね。もう今やあれですよ。ツイッターの人口も超えています、ポケモン GO は。はい。それぐらいね、あと任天堂の株価が 40% ぐらい上がったっていう記事も見たんですよね。すごい影響ですよ。社会現象なんですよ。でね、なぜ日本にね、リリースされないのかはですね、まあ、おのおのちょっと考えてもらって、いろいろあるんでね、これはいろいろあるんで、日本人の考え方だったりとか、いろいろあるんで、これ、ちょっと僕は動画にして言えないんですけど、いろいろあるんで。はい、いや、でもね、これで一番楽しみなことがあります。はい、もう言っちゃいます。はい。ポケモン GO を使っての出会いですね。これは大事ですね、皆さん。ポケモン GO が出ることによってですね、いろんな人がですね、家から出ます。はい。普段ですね、家から出ない人も、この家の外に出てポケモンを探しに行きます。ということはどういうことですか？はい。みんな外にいるっていうことはどういうことですか？はい。ということはですね、出会いが増えるっていうことですよ。はい。出会いが増える。ということはどうですか？女の子とも出会えちゃうってわけですよ。いやー、素晴らしい！こんなことがあっていいことなの？本当に。はい。だから、もうスマホを片手に歩いている人はほとんどポケモン GO をやってるっていう認識で間違ってないと思います。はい。まだ日本ではリリースされていないと思いますが、私はですね、これを機にですね、私は、童貞を卒業、そして結婚をしたいと思います。いやー、素晴らしい。これはですね、革命です。
革命が起きてます日本に。いや任天堂さんありがとうございますと、天堂さんありがとうございますと感謝しなければいけない時が来たようですね。まあ小さい頃はポケモンだったりスマッシュブラザーズにですね青春を捧げてきました。しかしもうそういうもう違います。これからはポケモン GO に青春を捧げる時代なんです。皆さんねこれは、ま、絶対溶かしちゃいけない 機会です。例えばね、例えばこうポケモン GO でそうやっててでスマホ片手にでまあちょっと前をねちょっと前向いてなくてちょっと前の人とぶつかっちゃってあごめんなさいなんつってスマホ落としましたよつってそれがすごい美人な人でであのよくね本屋であるね同じ本を取ろうとしてこう手と手が重なり合うみたいなそれがですねその瞬間に起きてああみたいなああ落としましたよつってあれお姉さんポケモン GO やってるんじゃないですかつってそうなんですって言って友達になりましょうよついでに LINE も聞いていいですかあのポケモン E の手に入れたらですね交換したいんでどうしようまあいっか新しいポケモン欲しいしってこれやばいこれ大丈夫かな妹に聞かれてないかないやーこんなことが起きるでしょうか本当に起きるんですそれがポケモン GO なんですあー欲しいポケモン GO 欲しい早く欲しいよあとですねこうスマホカメラにですねこうカメラを周りをですねこうスマホを撮っててであーポケモンいねえなっつってねあっつってカメラに入ったのはお姉さんでした。あれこれあれポケモンかなっつってあれゲットできないゲットできないっつって ねあれお姉さんあれお姉さんポケモンあえな何言ってるんですかってなってあちょっと今ポケモン GO やってるんですけどあれお姉さんゲットできないなと思ってちょっと何言ってるんですかだってそれポケモンゲットするゲームでしょっつってあそっかじゃあお姉さん今からゲットしていいってなんてかなんだこれいやそういう時代が来たわけですよいやーもう今週来たお姉さんゲットしたいポケモンマサラタウンニンさよならバイバイ俺はこいつと旅に出る鍛えた性欲やりまくりちょ待てなんかいろいろやばい頭がやばいクレイジーになってるこちらへ、落とせよ XYZ 落とせよみたいなちょ落ち着いてよ私落ち着こういやだからね皆さんですねこれはですね本当にいろんな人がですね出会えるきっかけだと思ってます、海外で言うとですね欧米諸国で言うと老人とかもですねスマホを片手にポケモン探したりその親子で散歩しながらポケモン GO をやったり、まあ、またね今ねみんな小学生とか、まあ、結構ゲームが主流ですから遊びがそういう人たちも、外に出てポケモン GO やったりだからすごいですよ社会現象がこれはですね本当に引きこもりとかねあとやっぱ家に引きこもってるとかいやいろんな人のですね構成にもなります私の構成ですこれは女の子に対する構成ですはいということでですね本当にこういう機会を与えてください本当にありがとうございます本当にポケモン GO 結婚とかあるんじゃないかな本当にもう本当にあると思うよ俺本当にあると思うそれは本当にあると思うだからねポケモン GO っていうのを本当に皆さんでやっていきましょうね特に女の子のリスナーさん僕というポケモンをゲットしてみませんか君ならマスターボール持ってるはずだよって言ってないいやーねー最高だねだからでもねあれかいや楽しみだな本当にだから旅行先でもね今なんか時間空いたねっつってあちょっとポケモンゲットしに行かないっつってあいいねっつってその知らない土地を歩きながらポケモンをやるとポケモン GO やってまあしっかり前には注意してですよ前をしっかり見てまあ見渡していろんなねその観光にもその影響が出るんじゃないですか、はい、地域のですね復興とかですね盛り上がりをですね助けるアプリとなると思います
だからですね、ここで伝説ポケモンが出ましたみたいなんですね。そういうキャッチフレーズでですね、お客を呼んだり、いやー素晴らしいですよ。いや伝説ポケモンっていうのがいるんですよ。雷光とかかな、雷光だっけな、あのミュウツーとミュウは伝説ポケモンだった確か。あとは忘れちゃったんですけど、いろいろいたと思います。はい、だからその復興にもなるし、いや素晴らしいですよ本当。ということでですね、皆さんポケモン GO やっていきましょう。それでは皆さん、See you!